こんにちは、たえこむです。今回はゴールデンウィーク明けからの数日間をどうかご一緒くださいね。小麦なんですけども、結晶板の数がちょっとずつ上がってきていて、今とてもいい状態です。なのでこうやって植物の植え替えとかお迎えとかができて、少しずつ昔の生活に戻れてきています。ご心配くださった皆さん、本当にありがとうございます。心待ちにしていた荷物が届きました。ベゴニアマクラータよりも点々が多いって表記されていたホワイトアイスを迎えました。点々が多いんですって。母の日から遅れて2日後の火曜日のことです。初めて。わあ、お兄ちゃんありがとう。かわいい。この中どうぞ。これは素敵よ。ほらほらほら。これ弟ちゃんからもらった花です。え、これもなんか祀ってるかのようだけど、一応ありがとうございます。お墓か。幸せ。ちょっと熱い、ちょっと熱い。よいしょ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。どうだ、気に入った？あ、眠くなってる。本当に羊がいらない。柔らかいとこ。お久しぶりの私の母親と姉です。お母さんはどちらでもいいようだそうで、今日は母の88歳、米寿のお祝いに3人でやってきました。美味しそうだね。いただきます。美味しい、美味しい、よかった。美味しいですよ。いや、よかったよ。出たお母さんの美味しいですよ。いただいてますまだまだ元気な母でも、耳は補聴器を使ってもよく聞こえないみたいで、姉がお料理の説明をしてくれています。なんでしょう
ありがとうございます。お母さん、88歳おめでとうございます。ありがとうございます。いつまでも可愛くいてください。映った？映ってるよ。映りましたか？映ってます。じゃ あみんなで映してもらいましょうか。食事の後は3人でショッピングを楽しんで帰りました。週末これから軽井沢に向かいます。今うちも宿も終わったんだよね。よかったね。行かないで。暑かったね。びっくりしたね。運転席にないと冷房消えるじゃん。怖。あ、帰ってきた。暑かった。切れた。おしゃれな腹巻きしてるじゃないの。え、なんかポケットが下になってる。軽井沢にある美味しいイタリアンのお店ピットーレ、家族で通ってましたが、今回残念なことにお店が閉まってしまうんですって。なので家族で別れを惜しみにこれから行ってきます。作るとしたらあそこなんだけど、作られてないね。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。早く早く。何かやる気がする。行ってらっしゃい。吾妻山での階段がトゲトゲのある偽アカシアで通行止めになっています。すごいね。植物はすごいわ。戻ってくる。飛びなさい。ゴルフの練習場も早くに閉まるのでお留守番もちょっとだけなんだけど、マロンがいないから寂しいね。ポムちゃん、お掃除しようか。よっこいしょ。周りの別荘この家はもともとカメムシが多いんですけど、今年全国的にカメムシが多いみたいですね。カメムシの館だね。おじちゃん来てごらん。まあ、じゃあそれカメムシ。え、ちょっとまー、あ、ちゃんがいる時と全然違う臆病。カメムシスリッパでポイ。どう？コケムシしてますね。マロンがいた時はここをちょこ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 平気で歩き回ってた小麦なのに、やっぱり寂しいか。すぐお家の中に入っちゃう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと番をしといてください。出入りは車がつく坂道の方からがほとんどなんですけど、本当はここが玄関なんですよ。階段で登ってくるからとっても大変で、ほとんどこちらは使っていません。
大丈夫？足痛くない？いろんな植物があってとっても楽しいんですけど危ない危ない。ちょっと小麦には過酷な環境。お、珍しく車が通ったけど音しか姿が見えない。あ、登れない。あ、ごめん、登れないって、登れないって。私は外で園芸に使えそうな枝を物色中。でも小麦は家の中に入っていってしまいました。小麦ちゃんどこ行っちゃったの？そうそう、初めましての方はいらっしゃるかしら。ここの軽井沢の家のことは過去の動画に何本か出しているので、どうかお時間があるときにご来訪ください。息子のお友達が置いていったジュースを飲みながらマッサージチェア。一人暮らしをしている長男は普段小麦に触れないので、何かっちゃこうやって小麦をかわいかわいしてからの満足。ビリヤードのつく棒が小麦に当たりそうで怖い。ほら、バチが当たった。さあ、これからピットーレに行ってきます。これで最後かと思うととっても寂しい。小麦も一緒に楽しんでこようね。こっちかな。あ、こんにちは。店長さんが着くなり、私の YouTube を見たお客様が何名かいらっしゃったんですよって教えてくださいました。来てくださった皆さん、ありがとうございます。店長さんのこの笑顔、最高。小麦は最初で最後のピットーレ。このワンちゃん OK のスペース、実は視聴者さんに教えていただいたんです。ありがとうございました。すごい美味しそうに飲んでますけど、私は下戸だし運転するからノンアルコールビール。小麦も美味しい。カプレーゼのモッツァレラチーズと
フルーツトマトをいただきます。最高に美味しいクアトロフォルマッチ、ちょっとだったらいいよねってクアトロフォルマッチもあげちゃう。さあ今日のお肉何グラムだろう。いつも美味しいお肉やピザ、釜のお料理をありがとうございました。匂う匂う匂うね。ここの肉は釜でゆっくりじっくり焼いてくれるから赤身なのにとってもジューシーで柔らかくて美味しい。足りるかな。足りるよね。おかわりしてください。おかわりもう1キロとかいけます。お肉食べようね。すごいね。はい、食べてママ。ピットーレ最後のお肉を家族全員味わいながら噛みしめます。白のこの、ビチアのカッカッカッ。まだママは食べてないですよ。ペロ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 。テレビ見せないよ。テレビ見せないで見せないですよ。長男はここのクレームブリュレが大好物、毎回2個か3個いただいてきました。よっこらちょっと。さあ記念に写真を撮ります。並んで並んで。もう食べられないねクレームブリュレ。店長さん、ここでの楽しい家族の思い出、心に残しますね。朝です。でもここにいるのは私と小麦だけ。朝早く3人はゴルフのラウンドに出かけていきました。私と小麦は寝てましたけどね。石の他行きたくないの？はい、土の方どうかな。ボーボー言ってるのは石油ストーブの音。朝湯は石油ストーブをつけないと寒くって。あ、アリの巣があると思ったらアリを踏んづけた小麦。アリが小麦の足を登っていきます。ガリバーみたいだね。家の周りの地面は犬の肉球にとっても優しくない砂利がいっぱいで、トゲトゲの植物もいっぱい。ちょっと茂みに行くとマダニがいるんですよ。小麦もマロンもやられました。外で遊びたい私と家に帰りたい小麦。カメムシだ。カメムシが豊作の年だから。U ターンをして、思ったより時間かかった。
人暮らしのマンションに帰る長男はもうすぐ小麦ともお別れ。寂しいね。小麦も寂しいのかな。家に帰ってきたらユリが咲いていました。これはお正月のお料理に使うユリ根を埋めて育てたものです。先日お迎えしたベゴニアのホワイトアイス、そう、あのドット柄がすごいベゴニアです。あの子がとっても良かったので、また同じ植物屋さんのいいお花屋さんで新しい子を迎えることにしたんです。小麦は寝ても覚めてもピコピコボールで遊びたいみたい。最近私植物の世話をすごいしているからちょっとつまんないのかな。投げる暇を見つけてはふ、はい、として遊んであげています。頼まれてもいないのにもうちょっと宣伝もしちゃう。植物がいいだけじゃなくって全てがいいので皆さんに体験してもらいたい。うん、またネットの写真で見たよりもすごくいい植物がやってきました。裏切りません。ボリュームすごい。リプサリス好きなんですよね。これリプサリスのなんだっけ、これとこれと、なんか私一緒に見えるんだけど名前違ってたよね。リプサリスのプニセオディスカス。これ葉っぱが全然違う。これ尾崎フラワーパークさんで迎えてきたやつで、これは全然違う種類のいい花屋さん。これはわさわさだったな。これすごいな、ね、すごいね、いい花屋さんすごいね。白抜きベラボン、なんか個人的にあれです、ベラボンっていう名前が好きなんかウルトラ怪獣好きだからベラボンってなんかいそうじゃないですか。ベラボン怒ってきたら怖いから全然これ1キロもないんだけど、5キロのアマゾンで注文してあるのね。どこにすればいいの、どこがいいの、誰か教えて、アドバイスして。どこがいいんだよ。軽井沢に行くとめちゃくちゃ疲れる2人ね。ほんと疲れるよ。うちの別荘、山の上の方にあるから本当に空気が薄いのか知らないけど悪夢を見るもう疲れた。もう髪やってる暇ないからまた止めちゃってボロボロですね。うん、武蔵野のボロ市に行きたい。コモちゃん大丈夫、疲れちゃってる、疲れてるから、はい、捧げます。はい、え、まだママ遊べない、吊るしてからでいいですか。申し訳ないから、一回だけ行きますよ。ワンモアジャスうまい。分かったよ、なんなかったね。もう一回いっか。うまい。私は石膏ボード用の細い釘を打ち込むのがとっても苦手。これ苦手よね。なんか3個揃ったらかわいい。これ
これさ、コインを使うの？コインで押し込むの力入んないから、これでここで待って、ギュッギュッギュッってやる、ギュッってやる。アシリちゃんもめっちゃガッタガッタ言ってるし、なんか脱皮脱皮？ちっちゃい声にしとくか。ガタガタ言わなくなった。ガタガタ言わなくなった。成長願って、ちっちゃい声して。あれはリプサリスのカスッサで、リプサリスカシエロ。いや、なんか同じに見えるんだけど、素人目に見ると。分岐の仕方が違うのかな。不思議不思議、クレーンゲームみたい。あ、クレーンか。なんか新聞紙の匂い？いいよ、遊んで。ダンボールの中に新しいおもちゃがなくてちょっとがっかりの小麦。でもハンギングも終わったし、いつものようにピコピコボールで遊ぼうね。さあ、そろそろお別れのお時間です。次回またお会いできます日まで、皆さんの毎日がキラキラと輝きますように。